ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは俳優の斉藤和彦さんをお招きしました。クラスが多かったんですよ。一クラス45とか44、はい、今もっと全然少ないですよね。全然です。でそれが僕らが1年生の時に7クラスあったんですね。多いです、うわ多いなって、中学ってそういうもんなんだって思ってましたけど、なんかそんだけ人数が人がいっぱいいると何をやっていいのか分からなかったっていうのはありますけど、大体そのしばらくすると仲良しグループみたいなのができるじゃないですか。だからそれまでは割とこうじーっとみんなどういうやつらなんだろうってなんか観察をしてましたね、中学の時って。でも割と内弁慶の内向的な性格だったということですか。そうですね、あんまりこっちからガツガツお友達を作りましょうみたいなガツガツいくタイプではなかったですね。ちょっとこうアニメ、小学校の時もアニメ見てましたけど、もうちょっとこう深い感じでアニメに興味を持ったのが、アニメの雑誌っていうのがいくつもあったんですよ。創刊され始めた頃かな。名前とかって分かりますか。多分もうないと思うんですけど、アニメージュとか月刊誌だったと思うんですけどね。大体なんかそれ買ってましたね、アニメの雑誌を。好きだったんでしょうね。割とテレビは見てました、ね、なんか落語に興味を持って、その一緒にサッカーやった子が一人が落語が好きだったんですよ。どうしてそうなったのか分かんないんですけど、で その子と仲良かったので、家遊びに行ったりとかして、その頃はテープですよね、カセットテープがあって、でそれを借りてもうなんか聞き始めたら面白いんですよ。でその頃だから昔の落語家さんですよね。圓生とか志ん生とか、志ん生も今亡くなられてますけど、その頃はまだ生きてた立川談志師匠とか。これどういうところが面白かったんですか。ちょっと難しくこう聞かせたりって落語ってしますよね。そんなことないですよ、全然。ドラマを一人でいろんな役を演じ分けて、ひげ面のおっさんが綺麗なお姉さんに見えたりとか、すごいなと思って、なんかお芝居みたいのに今考えるんですけどね、通じちゃってるのかなと思いますけど、だそれが高じて高校はじゃあ落研にあるところに行こう、落語やってたやつも落研のあるところに行ったんですよ。違う学校だったんですけど、で、僕の場合はその落研があるっていうふうに学校案内に書いてあって、高校を受けて、で受かってからその顧問の先生探していったら、生物部の先生だったんですけど、準備室ここを開けて「すいません、落語研究会って人がいないからやってないよ」って「やらないんですか?」って言ったら「うん」って言われちゃって。違う部活探してって言われちゃったんですよ。結構頑張ってきたんだけどなっていうのありましたけどね。でその時はもうしょうがないからサッカー部入りましたけどね。自分で作ろうとは思いませんでした。だからね、そこがねあれなんですよ、あんまり自分からガツガツいかない多分そういうことだと思うんですけどね。もしでは部活があって入っていたら、で人前で落語をやっていたという可能性もあるということですか、ね。ありますね。でもなんか内向的だっていうふうにおっしゃってましたけど、そのあたりのギャップってどうお考えですか。人前で演じるっていうことと、人に対して「ねえ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 」って「ちょっと遊び行こうよ」みたいな、なんかねちょっと違うものって考えてたんですよ。誘われれば遊びに行ったりとかしますけど、ね、カメラの前でこういうこと言うのもあれですけど、自分をこうさらけ出して、やるっていうことよりは、演じている、そこにいるのは僕であって僕ではない、そういう認識でしたね、落語とかに関しては。本当に役者としての感覚に近いということですか。ちょっとそういうことなんでしょうね。7月の11日に「サボール3」という、朗読劇を、朗読劇といいますかライブですね、歌なんかもあったりしますって、それを二子玉川のキワという、お店で出演をさせていただきます。開演が14時と19時、2回やります。チャージはですね、ちょっとお高いんですけれども4000円、ワンドリンク付きです。もしよろしければ7月11日土曜日、二子玉川までお越しいただければオリジナルの作品をやりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ストロボファクトリーでは映像制作を承っております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。